石橋原春は、日本の医師。鳥取県米子、寺町の心三寺通りで開業していた医師。元年とも表記する。若くして、漢学、医術を学んでおり、ことに乱暴をよくし、明治の初年頃には、多くの医学生を教えていた。その頃はまだ定められた医師に数年間実地教育を受けていれば、医師免許が取れた時代であったので、 原春宅には通学生や住み込みの書生がいつも数人いて医術を学んでいた。明治末から大正にかけて米子一の開業医と言われた小川愛蔵も原春に学んだ一人である。当時の西洋医は水薬を多く用いた。水薬専用のガラス瓶は値が高かったので原春は貧乏な患者には瓶を持って来いと言って各自の家の適当な瓶を持ってきさせ。 どんどん自家製の水薬を注いで飲み方を教えていたという。コレラにかかり大正5年頃亡くなる。75歳であった。晩年になって大正5年頃近所に疑似コレラが発生した。当時の貿易は患者の隔離と石炭酸による消毒、石灰乳の散布医のものであった。もちろん患者の発生した地域は交通を遮断した。夜中には 明治19年に、名子の城山浦の深浦に非病院が建てられていた。原春はコレラにかかっていたが、医者が自分がコレラだ言って、非病院に行くのもおかしいけんな、医者でも皆の者にコレラを移しても違憲し、交通遮断されたところは、当然と述べ、自己隔離をして、自宅でひっそりと亡くなった。ありがとうございます。